そういう自分で企業やるとか他の企業の顧問やって、その最先端の技術を学んでそれを学生に教えるのが大学ですよ。だからどん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 企業に行かないと最先端のことは ならないですよ。私はこの大学ね、徳島大学なんですけど、卒業するときにまあどっか企業就職したかったんですけど、まあちょっと就職が難しくて、この大学マスターですけどね、それに行こうと思った。で京都大学のマスターに行きたかったんです。でしかもこの核融合したかったんです。で京都大学の核融合を受けたら落ちたんですよ。当時 の日本の受験勉強でね、なんか1点か2点足りないとか言って、で仕方なく徳島大学の修士課程に残ったんですよ。まあそういうふうで核融合は昔からちょっとやりたかったようになってきたと。ですからもうそれ実際もう実用化するだけなんですよ。そうすれば実用化するんですよ。ですからそういう意味で我々が会社始めたんですけどね、まあ、年内に実証する予定なんですけど、それが実証できたらもうね、お金をいっぱい集めて何千億円5000億円ぐらい集めてね、もっと実用化を作りたいんですよ。でそういう意味で2030年にできるって我々は言ってるんですよ。だからね、日本はね、地場なんですよ。みんな空いた、そっちの方がチャンスだ。だってだから地場とかね、さっき言った人工線とか、もう過去何十年かできないんですから。だからアメリカっていうのはもう転換に成功したらね、今もうレーザーにどん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 予算動いてるんですけどね。ノーベル物理学賞っていう、はいはい、その信頼感みたいなものはやっぱりあったんですか？いや、それはないですよ。もうアメリカはそういうのですよ。もうアイデアだけですよ。私らのところね、最近だからコロナ期間中動けないんで予算がないんでね、大学に借金してますよ、予算。ノーベル賞は一切関係ないですよ。だからそこらに転がってる賞の一つです、アメリカでは。だからノーベル賞もらったんで、その人人物を、まあ、尊敬するのはありますけど、ただ予算ね、研究費はどうかいうのはもうこの研究のアイデアだけですよ。いやもうあれですよ、工学部は、まあ、基本的に大学院というのは企業からですよ。同じ大学、日本は大学の先生、同じ大学のがどんどん偉くなる、社会知らない人が大学教授になってるでしょ。企業から、アメリカの工学部は全く逆ですよ。企業の人が経験があるから、おいたら企業の人はもうベンチャーやるのも知ってるから、こういうね、ベルケンで何年いたとか、みんなそういう人ばっかりですよ。でベンチャーで、工学部は特にベンチャーをみんなやってる人ですよ。学生もこのベンチャーやってる教授にいっぱい来るんですよ。それはもうこのベンチャーのノウハウを知ってるから。そうですよ。俺やっぱり同じ研究したら企業の方が断然進むでしょ。だからそういう自分で企業やるとか他の企業の顧問やって、その最先端の技術を学んでそれを学生に教えるのが大学ですよ。日本はもう学術研究が大学ですよってね。大学に言ったら本でしょ。本とか論文言ったらもう歴史ですよ。過去の10年30年前の歴史を教えて何なんですかって言うんですよ。やっぱり最先端に来た知識を教えないと、学生はそういう知識を聞いて自分でベンチャーやるんでしょ。だからどん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 企業に行かないと最先端のことはならないですよ。